はい、お世話になります。トラジオのボスです。質問応援ありがとうございます。今回の、前のブレイクアウトと、新型の最新のブレイクアウトの2台を今日並べさせていただいてます。で、最新のブレイクアウトの方のちょっとパーツの紹介をさせていただきます。新しく、まあ、前のブレイクアウトの時もそうなんですけども、カラーを作ってます。このカラーでホイールが一体感に見えるように作りました。それともちろんよく皆さんつけていただいているアクスルカバーです。でホイール、これね、昔前に出てたタービンホイールに近いホイールをツートンでこう出されてるんで、あれなんですが、よく最近このホイールを滅菌できないかっていうご連絡をいただきます。このシルバーのこういった形じゃなくて本ちゃんのメッキにホイールを送っていただいたら加工はできます。なんか全国のディーラーさんの方でお困りのお店がありましたり、お客さんでありましたらディーラーさんの方にお伝えください。で当社のジキルアンドハイドのマフラーを販売してるいただいているディーラー様であれば当社との取引ができてますので、メッキの加工を依頼していただいたら大丈夫です。ホイールはメッキ加工できます。で、いつもつけてるフロントのフェンダーを落とすロアリングキット、これでね、フロントフォークのね、ここのフロントフェンダーのここの、落ち方が下がるので隙間が少なくなります。いい感じになってます。でフロント、新しく、トリプルツリーを製作しました。これね、今までのトリプルツリー、これ前のね、ゴドレーテなんですけど、こういった形で作り方がね、下から上からなく止める形なんですが、今回は純正と全く同じように純正のまあパーツを一部使うんですが、新しいトリプルツリーを作りました。で純正のヘッドライトがつくようになってます。ちょうど純正のヘッドライトがねついたとしてもゴドレイク寝てるので、ヘッドライトが下に当たらないように、このカツカツ綺麗に隙間がないように、ヘッドライトがこう斜めにちゃんと縦についても角度がついてもヘッドライトが上に上がらないように全部作ってます。でこのヘッドライトじゃなくてこういった砲弾型のヘッドライトがつけたい方でもこの下からボルトがつけれるように加工してます。だから下からの砲弾型のヘッドライトもつけます。でメッキパーツが多くなったブレイクアウト用にメッキの、チンスポになってます。で今ねこの中のね油圧のごめんなさい、オイルクーラーのここにコアガードを作るようにしてますんで、ちょっと待ちくださいね。あとハンドル、新しいこれのハンドル、このハンドルってねめちゃくちゃ乗りやすいんです。幅が狭くして手前に来るようにプルバックにしてます。これで見ていただいたら分かるようにエンジンのね、センターぐらいまで手前に来るようになってます。でこのトリートのハンドルすることによってここについてるウィンカーを、ウィンカーじゃなくてメーターを後ろに下げなきゃいけない。で今メーターパネルを作ってます。純正のメーターが後ろに使われるためのメーターパネルを今作ってます。それとこの後ろがショートフェンダーキットです。ショートフェンダーキットも、純正のボルトオンで付けれる形にして、このメッキパーツが多い、ブレイクアウト用に新しくこういう、まあ、カバー類であったりメッキのねこういったカバー類であったりで、あとここね通常フレームがボコボコボコって溶接があってボルトが見えるのをきれいに見せるためのこういったカバーを作ってます。これ普通はねボコボコボコってあるんですよね。それをきれいにカバーできるカバーを作ってます。フレーをかぶせるカバーですねを作ってます。それと、もちろん、ジキルアンドハイドマフラー、車検合法マフラーの
V ピント型で、これも E マークも JMCA のマークももう取れてます。であとリアフェンダー、リアフェンダーの間もこのメッキのプレートがつくようにしました。でセンターナンバーで、コイルカバーもメッキのコイルカバーを取ってます。こんな形でね、最新のブレイクアウトを、カスタムしてます。デドレイクで少しだけ2インチほど前に伸ばした、ブレイクアウトで作らせてもらってます。でそのままついでこの前のブレイクアウトの形、これもデドレイクで寝かして、今回ちょっとねフロントフォークを長くしてます。スワディッシュっていうか、フロントフォークが長い状態のねスワディッシュっていう形を取って、で、トーサムドラッグバーをつけて、なるほど、でもねで、僕のパーツをつけて 2E1 のマフラーをつけて、もちろんもう皆さん知っていただいてるこのショートフェンダー用のカバンのキットをつけてます。今度ね、これ用のCC バー作ります。だからこれを取ってここに CC バーをつけれるようにして、シートをつければタンデムがね綺麗にできるように今作りますんで、楽しみにしておいてください。とても乗りやすくて、お子さんとか乗せるときにねいいものができると思います。こんな感じかな。で他にもまあいろいろなものを作ってるんですが、最近であればこのコアガード、ね、コアガード、なんかこんな形でいろいろものを作ってます。これからもねたくさんいろんなものを作って開発していきますので、ぜひとも応援よろしくお願いします。なし東京モーターサイクルいつもありがとうございます。来年もちゃんと出します。なんか本当に今年はいい勉強になりました。皆さんありがとうございます。よろしくお願いします。